マップ劇場は東京都千代田区外神田の秋葉ソフマップ1号店の8階にあった劇場である。2011年9月に閉鎖され、以降イベントスペースとして使用されている。2011年3月27日、アイドルや声優のイベントが数多く開催されていた石丸ソフト本店が閉店され、秋葉原にあるアイドル専用劇場は AKB48、 劇場のみとなっていた。そのことも理由となり、秋はソフトマップ1号店の8階にアイドルの新聖地として2011年7月16日にオープンした。ライブアイドル専用劇場であり、新しいアイドル文化の発信源であるとされていた。また、アイドルのグッズを扱うコーナー、アイドル横丁が同店の7階にある。2011年9月13日。 設備の一部に不適切な部分が発見されたため、9月14日より一旦公演を中止しており、10月21日には休館することが発表された。公演中止以降、一部の公演については別の会場で代替公演が行われている。2012年8月現在、マップ劇場は2011年9月で閉館したとされており、 それ以降イベントスペースとして使用されている。つくばテレビは赤坂にあるライブハウス赤坂元気を平日限定のアイドル声優専用劇場としてオープンした。2013年10月、つくばテレビはマップ劇場と同じく秋葉原に秋葉カルチャーズ劇場をオープンさせた。同劇場ではマップ劇場と同様アイドルが平日のレギュラー公演。 土日のスペシャル公演を行っている。平日に行われる夏季のレギュラー公演のほか、筑波テレビの番組収録なども行い、週末には人気アイドルグループの特別コンサートや声優のライブイベントなどが開かれていた。秋葉ソフマップ1号店店長はライブ公演をメインとするとしていた。以下のアイドルグループが曜日ごとにレギュラー公演を行っていた。 2011年10月21日以降マップ、劇場は休館しているが、東京チアーニパーティーとアップアップガールズは別の会場でレギュラー公演を行っていた。東京チアーニパーティーは前述の赤坂元気にて2012年8月以降、レギュラー公演を行っている。ありがとうございます。